電体質ではないと思うけど、多少なりともみんなです、みんなです、みんななるよ多少なりともそう、それをなんでやろうって思っとったらメイクさんに言われて、冬だから静電気でやろうって言われて、あ、そういうことかって思いました。おいでませ元気さん、バラたくさんありがとうございます。トトリ太郎さん、ガーネーション何やったっけ、ガーベラか、ありがとうございます。直太郎さん、ハートやっこ、大臣さん、ハートやっこ、ありがとうございます。朝香さん、偉い、リチャさん、バラじっこ、ありがとうございます。静電気来やすい体質、え、どうなんでしょうね、その普通が分からんけん、分からんけど、今年はもう1回パチッてきました。この前どこやったかな、どっかでパチッてきた。ドアノブとかはさすがにそんなビリってこないです。一回お店でなんか触ったらパチッて一回来ただけ、でも一回だけですよ。そんなのあるんかな、静電気体質の人とかなんかあるんか。ゆうちゃん、かわいいギフトありがとうございます。どうなんでしょうね、冬の握手会で静電気、それは聞いたことない今宵も綺麗ですねって、なんかいいですね、今宵もって、ありがとうございます。いとちゃん、ハートやっこ、ありがとうございます。そっか、髪が長いのも確かに関係ありそう、長くなかったらそんなもはってなることないもんね。ペペシさん、ハートやっこ、ありがとうございます。視界でバチバチ、それはなったことないですさすがに今のところないです。行ってる側だった時もないです。ソーヤンさん、ハートやっこ、ありがとうございます。でも今日の前髪はコンディション悪いです。なんか、ちょっと寝てたんですよね。寝起きみたいな顔してるやっぱ起きて配信したら顔に出ますね。ゆうちゃん、ハートやっこ、ありがとうございます。そう、雨降らなかったです。そう、雨降らなかったのでよかったです。今日なんか昨日コメントで言われたけんかな、めっちゃ雨って思っとって、そしたら雨じゃなかった。でもアイシャドウがねほとんどついてないんですよ。そう、雨じゃなかった、よかったって感じ。これで変わったかな。あ、左塗ってないや。最近欲しいリップがあって、そう、今日も探しに行ったんですけど、サラが欲しい色だけちょうどそう売ってなくて、結局最近全然出会えてないです。人気なんかな。そう、なんかネットで買うってことはあまりしないんですよね。お店で買うんですよ。やけん
浅香さんハートやっこ言ったっけ、ありがとうございます、言ったか。マー君さんごさんハートやっこありがとうございます。あんまりネットで買わないんですよ。冬は乾燥するんでね、普通のリップも必要ですね。そう、なんか色をつけるとかじゃなくて単純に何塗るやつ、カサカサにならないやつ。マーク3号さんハテコありがとうございます。シヌピーさん小判とバラありがとうございます。なんかいた、福岡名物焼きカレー食べてきました。福岡名物、福岡名物、門司港名物かな多分。秋メイクはあまりしないです。あ、でも今の今塗っとるこのリップはちょっとそっち系のそっち寄りの色かもしれないですね。ちょっとなんか茶色がかった赤的な、わかるかな伝わるかな。そう、なんか朝もよくここが切れたりしやすいんですけど、歯医者行った時とかがよくここが切れるんですよ。けど切れないように塗ってます。ちゃんと今年はね、ちゃんとね塗ろうと思ってね。そう、門司港私は博多のイルミネ、どうやろう、去年見たか、去年見たっけ、去年見たか、お正月に帰った時にまだあっとって、結構なんか博多、福岡の博多駅のイルミネーションは早くから始まって割と長くあるんですよ。そう、やけん見れたや。季節によってメイク、サラはあんま変えないです。そう、あんま変えない。ボルドー、ボルドーって何、若い頃はよく切れてた。そういや、若い頃歯医者に行きよったってことかなそういうわけじゃなく普通に目が乾燥するのは、目が乾燥するのはもう冬とか関係なく乾燥するので、常に目薬は持ち歩くんです。そのイルミネーションの仕事してたって、へー、イルミネーションの仕事すごいですね。そう、常にドライアイなんかな、コンタクトをしてる時だけ目が乾燥する人ってそれはドライアイに入るんかな、どうなんやろ、なんかそれが疑問。そう、別にコンタクト外してる時にそんな目が乾燥することはないんですよ。
フシエンさん、バラじゃない小判、ありがとうございます。ゆーちゃん、かわいいギフト。浅香さん、いいね。スマイルさん、小判、バラ、花束、ありがとうございます。スケさん、ハートやっこ、ありがとうございます。ドライアイ予備軍とかあるんですか。そうかもしれんじゃん。コンタクトしとって乾燥するやばするのは普通かな。コンタクトが合ってないかな。今日まつげがないですね。あと配信は配信の時にこうずっと画面を明るい、もう画面を明るさマックスにしてるので、明るさマックスにしてるその画面を見てるっていうのも関係ある。乾燥する、目まばたきはあんまりしないので、それも関係ないです。中野さん、ハテコ、ありがとうございます。なんかもっと去年買ったこれはもっと秋リップがあるんですよ。もうねめっちゃ暗い色、これは、うん、めっちゃ茶色くないですか。わかるかな、ちょっと塗っただけで暗い色になる。でもこれあんまり合わないことが分かったんで、まつげ塗っとこ、まつげがないのででもなんか今はブルーライトをあのカットできる、あの何やっけ、コンタクトがあるらしいですね。それもいいかもですね。明るさ、携帯はあんまり明るさマックスにしないんですけど、配信は明るさマックスにしとかんと多分暗くなるんですよね。まつげがもうちょっとで復帰します。お、復活。ちょっとね、撮ったけ、まつげさま撮ったかもしれない。ハートデカブ髪かわいいですねってね、これ千穂さんと色地、色違い、え、全く一緒？色違いなんですよ。たまたまやけどねめっちゃたまたまなんですけど、そう、千穂さんも持っとるらしい。そう、スタイルなんだ 3C。 カラコン配信してほしい。カラコン配信とは、買わなきゃじゃないですか。買わなきゃいけないではないですか。なんか269、ありがとうございます。269、お父さん、かわいいギフトありがとうございます。
まつげ美容液は使ってないです。そう、使ってない。なんか一時期塗ってる時期もあったんですけど、気づいたら塗らなくなりました。ゴンケさんかわいいギフト、うん、オーさんかわいいギフト、トトリダロさんかわいいギフト、ナオタロさんかわいいギフト、ありがとうございます。リネさんバラありがとうございます。最近時間の感覚が狂ってます。外とかにおったらよ、外におらなくてもなんか暗くなるのが早すぎて、ご飯を夜ご飯の感覚がおかしくなるんですよね。今日ちょっと用事があって外に出てて、で帰りにカレーを買って帰ろうと思って、もう昨日の夜から決めてたんですよ、カレーを食べるって決めてて、もう絶対にカレーを食べて帰ろう、買って帰ろうと思っていろいろ考えてて、でお店何気なく何も考えずにお店に入ったら、そうここいつも通りです、なそう何も考えずに入ってパッて見たらお店に誰もお客さんが誰もおらなくて、そうでテイクアウトでって言ったもののなんかそう携帯パッて見たら4時半ぐらいで、えっと思ってちょっと早すぎたけど、もうお店入ってしまったし、テイクアウトでまで言ってしまったけん、もう仕方がないなと思って、もういいやと思って買って帰って時間ちょっと経って5時過ぎにはもう食べた。でも焼き鳥も食べたくて昨日からやけん、あそっか今日金曜日やけんカレーか、カレーのルーだけってなわけないじゃないですか。そうやけん、そうそれで普通に何食べたっけ、あ、そうでコンビニに用があったのでコンビニで焼き鳥を食べてでしたけど、もうすでにお腹空いてないって空いてないけど、空いとるって空いとるみたいな感じ。台湾チーム3733ハートやっこ、ご支援さんハートやっこ、ありがとうございます。食欲の秋、もう食欲の秋じゃないよ、関係ないよもう関係ないです。ゆうちゃんバラたくさんありがとうございます。一人はタレ派塩派、塩です、塩派です。なんかタレが食べたい時もあるけど、なんかあんまさ味が濃いのがあんま好きじゃないんですよ。なんか醤油濃いっていうか、なんかそういうのがあんまり好きじゃないので塩を選びます。デザートにアイスをどうぞ。アイスは食べていません、本当に食べていません。じゃあももが好きです。ね、ラー油美味しい。なんか今そうめっちゃ食べたいやつがあるんですよ。この後食べてしまう。
ケーチキンはダメで焼き鳥は OK って、手なんですか手なんですか、なんか意見ありますか。ネギマ、ネギマとか食べんやん、モモしか食べない。信じてるよ、わらって、わらいらないです、どうぞ信じてください。ね、食べるラー油美味しいらしいですね。ないけど家には。食べていい？え、なんか別に最近寒い夏じゃなくなったのもあるかもしれんけど、あんまりそんななんかね食べたいってならないんですよ。そう、あんま新作が出てないのもあるかもしれんけど、あんまり最近は食べたいと思うアイスがない、そもそもの問題、そもそもの問題じゃないんですよ。ぼんじりも食べたことあるかな。タピオカもなんか飽きたんかな、分からんけど、あんまりなんかあんま飲みたいってならんくなった。冷たいものをそんな求めんくなったんかな、分からんけど、納豆にラー油をかけると美味しいって、え、めっちゃ美味しそう。納豆は基本的に毎日1個1つ食べるようにしてるんですよ。そうやけんいいですね、ラー油を買えば。そう、そんなやつが、ね、そんなやつができる。ライディンさん、かわいいギフト10個、熊田パパさん、ありがとうございます。焼き芋おすすめよ。焼き芋か、あんま食べないんですよね、芋。こたつでアイス、もうこたつがないのでこたつがないので元も子もない。福岡で豚バラも焼き鳥、福岡だと焼き鳥、豚バラも焼き鳥っていうね。言わないんですか他の人は。普通かと思ってた。ね、もう10日で12月になるなんて早すぎてね。納豆キムチは美味しい、それはわかる。納豆にごま油、へえ、いろいろあるみたいですね。納豆にネギとニンニク、めっちゃ臭くなりそう休みの日の前の日とかはいいけど、でみかんね、みかんって気がする。冬は、冬はみかんって感じ。あ、そっか、豚やけん、焼き、なんで焼き鳥ってなるのか。そうですね、ね、あと1ヶ月ちょっとで今年が、2020年が終わるんですよ。早いですね。早いのか遅いのかって感じやけど、まあ早かったですね多分。今年はどんな一年、もうどんな一年ってこともないですよね。
皆さんと同じような1年でして、今年に関してはね、イレギュラーすぎて無駄に1年を過ごしてしまう。まあ今年は仕方がないですよ。と出会えてよかったなって、ありがとうございます。まだイサラピに会ってない。確かにアイドル1年生はいかがでしたか。もうイレギュラーすぎて何とも言えないですね。萌えて以上楽しみだなーって、どういうことですかどういうことですか。どうだよ、どういうこと。ハッピキライブ今月、来月さすがにないんじゃないかな。あるんかな。ないんじゃないかな。来年もよろしくお願いしますって気が早い。だいぶ気が早いです。ヒディオン行ってけばよかった。まあそれは2期生のファンの人はみんな思ってそうですよね。行けるんやったのに行かんかった人っていうか、悩んで行かんかった人とか特にそう思いそう。まあ仕方がないですね。悩んでいかなかった。それはだいぶ後悔するやつですね。今となっては、いつでも会えるからいいや精神がダメでしたね。シヌピーさん、タコありがとうございます。目がめっちゃ乾燥する。まばたき少ないんかな。水間千元気さん、ハートやっこありがとうございます。加湿器とかなんかそういう問題じゃないんですよねこの画面とライトとそういう問題なのでご心配なく。ドライアイではなさそうなことに気づいたので、
マーク3号さん花束ありがとうございます。ちょっと今日は35分になったらランキング見ます。まあそうですね、リモートでお話し会ができてよかったことですね。まあ生で会えんっていうデメリットはあるけど、どこにいても話せるというメリットはあるので、まあまあまあポジティブにいきましょう。9時からルパンがあるよ。見ないです。見ないです。さらば確かにネットがなかったらね、とかショールームとかもなかったらね。温泉頑張ってねってありがとうございます。ドライブでもなんかやっとドライブが楽しくなってきました。やっとドライブが楽しくなってまいりました。最初はわけわかめ状態だったんですけど、なんかだいぶ教えてもらってやっと、まあ、たまになんか頭が頭がおかしくなりそうになる時あるんですけど、寝不足にはまあでも24時以降はできないので、なんなら逆に12時の体制に絶対しようってなるので、休みの日でも12時前に起きていろいろちょっと強化とかしてやってるので、全然それはね大丈夫。そろそろランキングを読みたいと思います。48位、フィッシュさん、フィッシュさん。24位じゅんやさん。13位ありがとうございました。32位ゆかちゃん。11位しょうさん。10位ペペシさん。9位りねさん。8位中野さん。7位ライリンさん。6位甲子園のフォーティエイト赤田さん。5位ゆうちゃん。4位西 NP さん。3位台湾チーム373さん。2位おいでませ元気さん。1位朝香さんありがとうございました。今来たばかりなのに。じゃあまた明日来てください。うん、明日来てください。ということでありがとうございました。本日もかみがたあんま変えないねって、変える幅がないんだよ。変える幅範囲がないんだよ。ということでありがとうございました。